はい、今日なんとか優勝できましたけど、ほんまに僕がずっと最近この1年間で働き始めてすごい大変で時間も作るのも難しかったけど、僕はずっとダンスをなんでやりたいんやろうって思った時に、すごい価値観をひっくり返したいし、新しい価値観をみんなに認識させたいっていうのもだったり、自分のスタイルをみんなに見てほしいっていうのがあって、でそういう風にやってきたから、すごい価値観をひっくり返すっていうことが目標だったんですけど、それを実現するためには口では何とも言えるけど、実際やっぱり勝たないとそれを行動に移すっていうことは言えないから、すごく勝ちにこだわってたんで、今日は勝てて本当に良かったです。それでいろんなスタイルの人とぶつかれて、本当にそういう人たちと今までずっといろんな人にお世話になってて、でそういう人たちの会話みたいなのがすごい僕はすごい好きだったから、そういうような本当に居酒屋で会話するようなバトルを今日は全部できたからすごく良かったです。ありがとうございました。